僕にはファンがほとんどいなくて。 アンチはすごく多いんですよ。ただ、アンチよりもはるかに多いのが利用者が多いんですね。つまり、ファン1に対して、アンチ100。で、アンチ100に対して、10万ぐらいの数の利用者がいるんです。普通考え方違いですよ。アンチが多くても、それを上回るファンがいればいいって考えちゃうんですけど、そんなことなんですよ。ファンが増えるタイプと、利用者が増えるタイプっていうのがあって、明らかに僕は利用者が増えるタイプなんですね。で、それでいいんですよ。 じゃあ、次です。アンチを憎む作家です。っていうですね、お便りが来てます。割とね、長いお便りだったんで、フリップにまとめてみたんですけども、えー、商業作家です。何の商業作家かわかんないんです、えー。1年前までツイッターで発信していたら、アンチに絡まれましたと。殺人脅迫まで受けました。 以後そのアンチのツイートを見ると、ざまあみろと嘲笑ってしまいます。ちょっとなんか飛んでてわかんないですね。今はツイッターをやめてますが、未だに他人の服をざまあみろと嘲笑う癖が治りませんと。これは呪いだと思うんですけど、正体は何でしょうかえー、とですね、商業作家、まあ漫画家なんかわかんないんですけども、殺人教育まで受けたんだからね、なまあ何と思ってもいいと思うんですけども、ポイントは、 以後そのアンチの人のツイートを見たらまみろ。まあ多分そのアンチの人が今日もダメだったとかモテねえとか、あの、そういうようなやつを見るとざまみろというふうに思っちゃうってことなんでしょうね。それまで思ってなかったんでしょう。で、多分ね、それね、相手が限界を超えてくれたから自分もはしたない行動に出れたっていう、なんかそういうことだと思うんですね。あの、多分この相談くれた方、商業作家の方はそれまでも心の中に ざまあみろみたいな衝動はあったと思うんですよ。で、でも、そんなことを思っちゃいけないっていう理性っていうのかななんかその、意識の上に登らせない良識みたいなものが心の中にちゃんとあったわけですよね。で、世の中にはいい人っていうのがいっぱいいるんですけど、そのいい人っていうのは、僕らみたいにかな人間が考えているような、本当に悪いことを思いつかない人じゃなくてい、悪いことが思いつきそうになったら抑える。 タイプの人もいっぱいいっぱるんですよ。例えばその浮気しない旦那様の中にも全く浮気心が起きない人もいれば浮気心みたいなのが起きそうになったら素早く蓋をする人もいれば浮気心が起きてるんだけど行動に起こさないっていうなんかそういうでもそれら全ていい人っていうカテゴリーなんですよでついつい100%いい人だけはいい人だっていう風に思っちゃうと実際にいい行動をしてる人もなんか偽善者みたいに見えちゃうんだけど僕は違うと思うんですよでこの人は ちゃんといい偽善者だったんですよ、前は。 で、我々はいい偽善者で、ざまあみろって思ってたのが、意識に上りそうなのをこう、抑えることが無意識にできてたんですよね。ところが、その、良識の留め金がバカになっちゃったんですよね。この、蓋をする良識の留め金がバカになってて、何か、あの、不幸な人とかそういうのを見たり、ツイッターで見たりするために、その、バカになった飼金が外れて、で、これまで無意識に抑えれたものが、ボロボロ、ボロボロ出てくるようになった。だから、ざまあみろ、ざまあみろっていうふうに思うようになったと。だから、 まあこれ見てくれてると思うんですけども商業作家さんあなたが受けたのは呪いではないんですよただ単に留め金がバカになってるだけなんですよねだからどうしろってことはないんですよあの一回留め金がバカになっちゃうと意識するしかないんです意識して そんなことを思っちゃダメだと思ってもう一回蓋をする。もう無意識の頃のあなたには戻れないと。言っちゃえばあなたの少年時代は過ぎたんですよ。なのでこっからは多感な青年時代として過ごしてくださいと。あの、俺を少年時代から引き上げてくれてありがとうとアンチに感謝するもよし、あの純粋な頃に戻れないのかと恨んでもよしですけども、そういうなんか呪いみたいなほどのことではないと思います。えー、誰しもそれは 子供時代になんか落ちてるゴミを拾わなかった時とか、あと、なんだろうな、学校でちょっといじめられてる子を遠目に見た時とかに心の中にかすってくるようなことで、みんなもっと早めに経験して早めに意識的になるんですけども、ちょっと時間がかかったっていうことだけだと思います。えー、ベルガモットさん、10代の方ですね。岡田先生、こんにちは。いつも YouTube で楽しく視聴しております。質問です。岡田先生はなぜそんなに人気者なのですか 人気者じゃねえよ、バカ野郎、Twitter で見てみろって思うんですけど、まあまあ、岡田先生はなぜそんなに人気者なのですか、私も人気者になりたいです、正確には私の意見に賛同してくれるコミュニティを作り、人員を増やしていくことを目標に、YouTuber ーーのような開かれたオンラインサロンのようなことをやりたいです。 はあ、なるほどね、うん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 。私は小さな時から学級会なので積極的に意見を発言する方でしたが、人望がなくいつも多数決で負けていました。<laughs> 欲求不満から漫画やアニメの考察をすると、ウィキにはまり込みました。しかし、ウィキでも独りよがりな説ばかりで嵐と変わらないと赤番されてしまいました。<laughs> <laughs> あウィキで赤バンされる方法珍しいですね岡田先生にはアンチももちろんいますがそれ以上にファンも多いです自分なりの意見を発信できてそれを必ず受け止めてくれる人がたくさんいて羨ましいです人気者になるための意見の発信の仕方を教えてくださいはん、えっとねじゃあまあ正直な僕の感覚ですかね感じてることを 話してみますね。あのえー、とねまず僕は自分自身にファンはほとんどいないって考えてるんですよ。ほとんどなんですよ。だから少しはいるんですよね。だから今コメントであのいや「いやいるよ」とか書いてファンですって書いてくれてる人もそうなんですけども少しはいるんですよ。でもほとんど僕にはファンがいないと思ってます。えー、で僕にはファンがほとんどいなくてアンチはすごく多いんですよ。ただアンチよりもはるかに多いのが利用者が多いんですよね。 岡田斗司夫の利用者っていうのは、ものすごく多いんですよ。つまり、ファン一に対して、アンチ百。で、アンチ百に対して、十万ぐらいの数の利用者がいるんですよ。で、この人たちにとって、僕は利用できるツールであったり。まあまあ、ツールですよね、そういうもんなんですよね。あの。 ベルガモットさんの範囲はですね、そのファンを求めてしまうことだと思うんですよね。あの、学級委員会で発言しても多数決で負けると。多数決に持ち込まれるような発言の仕方をするからですよ。自分の意見を言うときは、いや、もちろん、あの、他の人の考え方が正しいと思うんだけど、私はこういうこと、考え方をなんか自分自身で捨てることができないっていうふうに、 でも言ってれば多数決に持ち込まれることはないんですよ。で、多数決に持ち込まれちゃって、負けになると、ベルガモットの意見を支持すると、クラスの中の少数者になっちゃうので、ファンが余計減っちゃうんですよ。だから、絶対にそんなことをしてはいけなかったんですけど、まあ、今更言ってもしょうがないですよね。えー、で、まあ、要するに僕言いたいのはですね、その利用者さえ増えれば、アンチなんか無意味なんですよ。よくあの、自分にアンチがいるとか言って落ち込む人いるんですけども、 気持ちわかるんですけども、意味がないんですよね。どんなにアンチが多くても、それを上回る利用者がいれば。普通考え方違うんですよ。アンチが多くても、それを上回るファンがいればいいって考えちゃうんですけど、そんなことなんですよ。ファンが増えるタイプと、利用者が増えるタイプっていうのがあって、明らかに僕は利用者が増えるタイプなんですね。で、それでいいんですよ。僕の,あの前からの夢は、 たし算のようにあの役に立つ人間になりたいでしたから。たし算っていうのを発明した人間っていうのは歴史の名前が残ってないじゃないですか。でもたし算のおかげで人類はめちゃくちゃ楽になったんですけども、僕らは本当にそんなに人の役に立つようなものに関しては、 実は、覚えてももなないいし、し感謝んんでですすすよ。よ。スルーするんですよただ単に黙々とそれを使うだけなんですね。でそうじゃなくてなんか自分の心にちょっと引っかかったとか泣かせてくれたっていうくだらないものに感謝したりリスペクトしたりするんですよ。中島みゆきのです、ね「地上の星ですね」名だたるものを追って確たるものを追って人は氷ばかり掴むっていうやつでこういうふうに感動させてくれたから自分の心を踊らせてくれたから日本万歳って思わせてくれたから何やりゃすらしいって言ってしょうもないものはあがめるんですよ。でも 足し算のように本当に役に立つものっていうのは感謝もされないし評価もされなくてそれが僕はかっこいいなって思っているので,です、ね、僕は、まあ、その意味で自分は足し算のように有益になっているとはまだまだ思わないんですけども利用者がが増えるのが一番嬉しいです。ファンが増えてもアンチがそれよりずっと増えても利用者が増えてる限りは幸せですね。まあまあ今 あの、年上の美学って書かれてたんですけど、その通ですこれはまあ僕の美学みたいなもんなんですけども、割とこの美学は人をあんまり巻き込まないし、人を革命思想に追い込まないし、こういう点の美学で、あの、俺たちは労働者の礎になるんださあ革命だって言って武器を取れっていうのは、なんか、 人の迷惑になることが多いんですけども、僕の今言った美学みたいなものって実はあんまり社会を悪くする要素がないと思っているので、まあ、ここで今喋ってるわけなんですけどもだからベルガモットさんは利用者を増やすには徹底的に便利で使いやすくなることだと思うんですよね。便利で使いやすあ,の、まあ僕があの切り抜きとかを OK しているのはそれが理由なんですけど便利で使いやすくに徹して あの人気者になりたいとか自分の意見に賛同してくれるコミュニティを作りたいなどというですね割とその持ってもしょうがない欲求かな。それは、ね、早いうちに諦めた方が、 いいと思います。お疲れ様でした。えー、次ですね、ツイッターでですね、エゴサーしてきた時に出てきた話です。えー、ミスターヌルさんですね。この人は別に僕に話しかけたわけではなくて、僕のですね、いい人戦略について、ホワイト社会でいい人戦略について、ツイッター、Twitter、でつぶやいてくれてます。 岡田敏夫のいい人戦略の解説。私みたいな虐待、いじめ、貧困を受けてクソ環境で育ったせいで、歪み切った人格で苦しんで、数多くの深刻で複雑な好意症を抱えている人間の問題や、個人社会的責任を完全に無視して、恵まれた人間だけで好き勝手楽しくやろうって生き方で、控えめに言っても殺意しかない。 ね。えー、撮影しかないの、その撮影が考え方に向いてるんだったらいいんですけども、あの、僕個人に向いてるんだったらですね、えー、まあまあまあ、しょうがないと言えばしょうがないんでしょうけど、こういう商売をやってるとですね、言われない撮影を向けられることはですね、あまりに当たり前にあり、ありすぎてですね、なんかそこら辺か、 感覚しちゃってるんですね。別に殺意を向けても OK ですよとは全然言いませんしそれがもっとストレートになったら僕はあの笑顔であなたを警察に売り渡しますけどもですね <laughs> まあまあまあ殺意を持つこともあるんだろうなというふうに思いますただいい人戦略っていうのはですね戦略というふうに名が付いてるので、えー、別にですねみんながそんな表面だけいい人になろうというふうにやってで結局あの正直でですね傷つきやすい人は貶められるのかというと 実は、そうでなくてです、ね、人間っていうのは習い性というやつですね表面的に行動すると内面が引っ張られるんですよね。 で、人間ってついつい内面が強固で、使う言葉とか行動っていくらでも嘘をつけるって考えるじゃないですか。で、これって内面主義者の考え方なんですよ。で、現実そうじゃないんですね。内,あの内面主義者はいくら人間の内面はこんなこと考えて、中身はクソなんだけど、表面だけ精神のように振る舞いやがって、綺麗に振る舞いやがってっていうふうに思うんですけども、あの、それあの、例えばそれあの芸能人とかタレントとか役者さんはみんなそうなんですけども、彼らだとですね、見事に演じきれてるのかってそうじゃなくて、バンバンバン,バン ボロが出るじゃないですか。だから役者さんとかでもバラエティーに出る人っていうのはそこら辺がもっと隠すのが上手い人だけでですね普通の役者さんとかですねタレントさんっていうのはなかなかバラエティーで本音話せないんですねで本音話せないから、まああのユーチューバーみたいに人気があんまり YouTube みたいな本音の場所に出てくると人気出なくて困ってらっしゃるんですけどもですね人間って 表面的な発言に引っ張られるんですよ、実は。いい人戦略をやって、そんなことをですね、口だけでも言ってたり、表面的な態度だけでもやってたらですね、あの、心の中で人を落とし、落とし入れるとかそういうふうなものって、じわじわなくなっていくんですね。 でも、内面主義者は違うんですよ。内面主義者は内面メインでできてるから、内面がクソだから表面上は飾った言葉言ったり、なんかこう、そんな行動したりしても内面が変わるはずがないって思うんですけど、それはあなたが内面主義者だから思うだけであって、普通の人っていうかですね、まあ、普通っていう言い方もよくないですよね。 大多数の人は自分の言動に引っ張られちゃうんですね。面白いことにですね。あの、口先で綺麗事を言ってたら、徐々に徐々に内面が綺麗事に侵略されるんですよで。同じようにですね、ヌルさんのようにですね、クソ環境で育ったせいで歪み切った人格で苦しんでっていうことを 言ってると内面まで本当にそういうふうになるのでですね人は案外使ってる言葉とかですね自分の表面的な言動に引っ張られるのでそこら辺はあの気をつけていただけたらいいなと思います、えー、僕はあのヌルさんに関しては何もできませんしあの殺意を向けられてるかもわからないのであまり深入りはしませんけれどもちょっとこれだけ話しておきましたマリオのゲームオーバーみたいなもんでああ終わっちゃったっていう感じに近いと思うんですよね